そして西武の攻撃です。バッターボックスは代打が起用されて片平です。1球目空振り、ボックスの片平、ペナントレース中はレギュラー一塁手として頑張っておりました。この片平です。この人がまだ入団3年目の若者であります。高く打ち上げました。ライトセンター間です。ライトが構えています。掴みました。振る力を 100% したらね、はい、50% の気持ちで振った方がいいんですよ、はい、そうすると割合ね正確に当たりますよ。なかなかね落ちるフォークボールをね。シリーズの打率が5割。ベンチでは黒江バッティングコーチが中日バントを警戒しろよというふうなジェスチャーを見せておりました。しかし逆に1回戦2回戦とは全く逆に西武が追い詰められての最終回。ワンツープロフェッショナルの詐欺師になるというんですね。もうバッターを徹底的に騙すというわけでしょう、ああそうですか。空振りです。で今でこまで騙されるというふうなことを言ってました。それからちょうどつい先ほどこの私の前を通りかかったんで聞いてみたんですが、肩がバンバンに張っちゃってるんですよね。そうですか、それで使えます。しかしピンチでマウンドに上がるときにもポーカーフェイスというんでしょうか、あまり表情を変えなくユニフォームのズボンにこすりつけましたよと、はい、どうですか、そんなこと言ってましたけどね。まあね、その投手権リードいたしました中日バッター石毛に対して石島は2ナッシングと追い込んでいます。3球目ボール、この石毛を打ち取れば中日シリーズを2勝2敗の五分に持ち込みます。2エンド1から4球目バットが出かかったが止まりましたというふうな発言がそのまま予告というふうに伝えられたようではありますけれども、その余裕は今や全く失われようとしています。この試合を花さん下6の割合でねホームチームで負けてるんですね。ラストボールフォークボール三振に打ち取りました。中日5対3で勝ちました。